お疲れ様。キリアさん、私がキリアの仕事を間違えて取っちゃってね。まあとりあえずってことで企画書を見せたら急にこうなっちゃったのよ。どんな仕事なんですか？それがね、アブソリュートかわいいっていう深夜番組なんだけど、キリアがかわいい着ぐるみ着て番組の MC をやることになっちゃって。いつきくん、なんとかあの子なだめてくれない？キャンセルならキャンセルで構わないし。キリアさん、殺すわ。あなたを殺して私も殺して、マイコは当然殺して、特に理由はないけどトーマも殺すわ。落ち着いてください、キリアさん。みんな殺すわ。見苦しいところを見せたわね。一体どうしたんですか、急に。これ ダメなのよ。私こういうふわふわもこもこしたものが見てると我慢できなくなっちゃうの。気持ち悪いでしょ。逆にいいです。ギャップがあって親しみやすいし、別に変じゃないと思います。本当に本当にそう思う？はい。私、子供の頃からああいう可愛いものが大好きだったのよ。お洋服もフリフリしたのばっかり着てたしね。だけど成長するにつれて身長は伸び、顔つきは鋭くなって、だんだんそういうのが似合わなくなっていったわ。ある日ね、言われたのよ。仲の良かった友達から気持ち悪いって。その一言が今日までずっとしこりのように残っているのよ。そんな、そんなことがあったからね、似合わないことは全部やめたわ。本当に似合っているのか、他人の目を気にして生きているうちに、クールなキリアの出来上がり。これは可愛いものが好きな私が確かに生きていたっていう証なの。だから形見、無理に押し殺してるせいかな。たまにさっきみたいに発作が起こるのよ。完全に不意打ちだったわ。あんな集大、二度と許されない。こんな思いを抱えるくらいなら未練も思いも壊してしまった方がいい。だから樹、付き合ってほしい場所があるの。付き合ってほしい場所、後で連絡するから待ってて。
ここよ。ここに現れる可愛いモンスターを絶滅させるの。正気？あの子、いや、あいつの可愛さが私の心をかき乱すの。一匹残らず倒せればきっと過去の自分と決別できるはず。いろいろ破綻しているわよ。あなた、ずいぶん病んでいるわね。うるさい。行くわよ。承知したよ。やった！はあ！狙い通り。ついてこられるわね。一気！おお、頼んだ。任せろ。シグヤラン。任せて。やった！私たちの勝ちだね！ハリウッド的大団円ね！俺の技、今のイツキなら使いこなせる。私の秘術、キリアだけに。俺が力になる。行くぞ。やっ。てあっ。貴族的に決めたわ。ハリウッド的。よし。はあ。当然でしょ。ついてこられるわね。つないで。次は俺が。この日を逃す。まだまだ。絶対決めるね。いいのね。気をつけろ。なんか悪者っぽいな。なんだと？
それ、いいわよ、この間合いなら。その調子だ、いつき。ついてこれる、よろしく。援護、行くわ。お願い。ナイスコンビネーション、行くやろ。任せて。いいわね。やれやれ。数が多い。でも行け、繋ぎなさい。しびれろ。やった。私に続きなさい。トーマ、次いただき、次頼むぜ。私だっていいわね。お疲れ、みんな。もう少し、このまま、行くわよ。キリアさん、大丈夫ですか？ずいぶん苦しそうですが。大丈夫、もう少しで、きっと。俺に力を貸してくれ。おう、いけるわ。しびれろ。この気を逃すな。私に続きなさい。次、任せろ。しくやろ。もう一つおまけ。いいわね。お疲れ、みんな。敵だ、一気に決めろ。はっ、落ち着いていこう。いいわよ、見切った。これだな。俺に続け。まとめて片付けてやるぜ。グッ、ラストワン。どうもです。俺が力になる。行くぞ。俺についてこれるかよ。引き際も重要だな。精一杯頑張れよ。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう、私頑張るね。いいわよ、切り裂いて疾風。ついてこられるわね。つないで、つなぐ。任せた。ナイスコンビネーション、殲滅完了。みんな怪我大丈夫？
気をつけろ。せい。てら。あまり怖くないかも。つなぎなさい。吹き飛べ。いいわね。私に続きなさい。次。おお、行ってくれ。ナイスコンビネーション。殲滅完了。みんな怪我大丈夫？俺を構えろ、イツキ。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。バッチリ合わせるからね。クローム直伝だ。セッション行きます。今だよ。はぁ、お願い。ナイスコンビネーション。すげえ、俺たちこの調子で行こう。この力、受け取って、翼。いいかしら。俺を構えろ、イツキ。戦闘開始だ。行こう、みんな。よし。クローム直伝だ。これだな。セッション行きます。次は。はあ。トーマ、ぶっ放しなさい。任せろ。すげえ、俺たち。俺たちは負けない。